いつもお世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は上杉鷹山の改革について、そのリーダーシップの要点を紹介させていただきます。コー・ケネディアメリカ大統領がですね、これを公開したわけですけども、それまで日本のですね、名だたる方が知らなかったという内容ですね。今や世界のマネジメントの基本になっているという内容がどんなものか、ここで整理していきたいというふうに思います。上杉鷹山はですね、かつて上杉謙信が使った上杉藩をですね、管理しているそのご子息ではないんですね。秋月家という小大名のですね、ご子息だったんですけど、誰も、ここを担う人がいないということで、急遽ですね、いわゆるチャーターされた社長さんのような形でですね、ここへ投入された方です。かつてですね、上杉謙信の時は大国だったんですが、もう疲弊しきった大赤字の国に鷹山は、来るわけです。その時彼はここに書いてあるような基本的な態度をしっかり決めてですね、入ってきたんですね。まあ、後に紹介しますが、平井平秀先生の教えを守って何とかしようということで頑張るわけです。倒産状態だったですね、米沢藩の実情は上に書いたような内容です。23% に当たるですね、藩士の給与は 90% 赤字の上にですね、大変な関節費を払っていた状況なんですね。まあ、コロナ禍でどうしようかということですが、江戸にいたですね、数名の改革の士、はっきり言ってこの時は不満分子だったんですね。まあ、この人たちとですね、国に入る時に、いろいろ考えたんですが、消えかけた灰の中にですね、火種が残っているということで、この火種を何とかしようという、これがですね、米沢藩を建てる元になったんですね。上杉鷹山が平秀先生からマネジメント技術を勉強したと言ってもですね、まだ実践経験ありません。しかし、教わった内容の中から一番大事なことは現状把握だということで、過去ですね、なぜ成功しなかったの、立て直しが成功しなかったんだろうかということを徹底的に調べたんですね。その結果ですね、下に書いてあるような、3つの結論に達したわけです。もう江戸幕府からですね、お取り潰しの命が来始めているという状況なんですね。それでもですね、上杉鷹山が、改革しようということで真に動くわけですね。その中でですね、かつてから権威を持っているとされる方はね、ここにあるような、まあ抵抗をしていくわけですね。こういうものにどうやって対抗していくかっていうことがですね、大変重要なんですが、鷹山は、改革の断行に入ります。上杉鷹山というリーダーに逃げ場はありません。しかも奥さんがハンディキャップを負った方、ということですね。その中でですね、自ら経費節減やる、同時に相手にお願いする、そして伸びる製品をぐんぐん伸ばす、かつてやったことないですね、人たちをね、そこに投入するということに対しては猛烈な反対があったんです。それでもやりました。上杉鷹山は改革にあたってですね、必ず自ら動いてですね、そしてやっていった。で、従来の風習も大きく変えるということをやっていった。抵抗勢力に対してもですね、徹底して向かっていったというわけですね。それによって改革が進んだわけですが、まあ残念なことにですね、下に書いてある中でですね、権力を持って改革が進みにつれてですね、だらけのものが出てくるというわけですね。とんでもない事件まで発生するんですが、内定馬食を切るということまでやったというわけですね。上杉鷹山はここにある細井平秀先生からいろいろ教わったんですね。ところがですね、どうもコンセプトを教わったんであって、ハウツーは何も教わってないみたいですね。調べても出てこないです。ということはですね、リーダーの一つの基本的な行動ですが、コンセプトをもとに問題にあたって常に自分で考えて仲間を集めて開発すると、これはリーダーの一つのですね、あり方を示すように思います。